はい、ピースケです。平館9やっていきたいと思います。はい、前回なんとか中堅に復活しまして、マスが今6個になりましたので、はい、この調子で頑張ってやっていきたいと思っております。まず最初に練習指示をしたい。弾道上げっぱなしなんでね、やっていこう。多分新入生入る直前ぐらいまでやりたいかなと思っております。弾道でしょ、あ、これか。守備。あなたは、あなたは勝った。弾道だね。総力。総力。うん、これでいこう。で、野球選手。もう急にだる。お、なんで？きついなぁ。走り込み。うわぁ、レベル下がっちゃった。低い人を上げたよね。はい、総合練習。よかった。これが一番いいか。おお。そしてナイス。あ、軽い球取れた。頑張れ。おお、いいね。基本頑張らせた方がいいのかな。その後の練習があれか。頑張れ。あ、ダメだダメだ、失敗。失敗があるんだね、これは。どうしよっかな。コントロール大事だもんな。球速もうちょいで上がるし、変化もやっぱね、練習レベルが低いからね。ミート上げよう。新村ミート上がれば絶対打てるはずだから。お、いったね。じゃあどうしよう。パワーを上げるか、ミートを上げよう。そして内村はいいか。これで、あ、弾道上がりきったね。パワー、総力、総力、 OK。これは池上くんですね。わあ。来ないか。緩和するアイテムあったな。強化と緩和。でも実はちょっとずつアイテム揃ってきてる。いいね。ディバッティング。くれ。おー、
どうしようか。マジで？グランド整備。ありがとう。市村いいよ。誰？赤坂くん？赤坂くんって誰だ？赤坂くんはじゃあ打撃で。性格変えたい。おお、彼女できた、おめでとう。熱血感か。変えよう。おお、ごく普通。あ、まあいいか。悪くない性格だ。できるだけ青いの踏みたいな、これ全部1がいいな、これ。わあ、少ないのがない。わあ、壊れた機材、やばい。ダルビッシュのミートが上がった。新村かな。阿部比か広角か。広角来い。おお、来たね、お前。広角来た、やば。新村頑張ってほしいな。こらこら、4がいいかな。いいよ、だいぶ進んできたね。お、お前も来たか。あなたも。お、肩が来ましたね。もうこの辺でミートあげないと大会間に合わないな。いいね。ミート A なるかな、この人。ほうほうほう。おお、卒業式来た。え、なんで？卒業式、みんなさよなら。何人なんだろう。本屋さん、成田プロ野球選手、藤村プロ野球選手、藤村ね。
4番を打ってくれた宮下プロ野球選手、ショップ店員、そのパン屋さん、以上。みんなありがとう。どうなったんだろう。まあ、本当のプロになった選手だったら全然。お、なんか強くなってない？こんな強かったっけ？ミートこんななかった気がするけど。強くなったんだな。おお、なんか、すごい、いそう。いそうな選手になった。ありがとう。いいかな。お疲れさん。嬉しいですね。よっしゃー。一応踏んでこう。意外と湯浅いいよな。お誕生日おめでとう。よし。てか機材壊れたの痛いな。おお、ナイス。2。めっちゃ回復しまくってる気がする。ウキウキ。練習試合が来ないな。おお、パワーバットありがとう。オッケー。なんで補給って思った。どうしようかな。2がいいんだけど。もう上がる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 な。和田いいキャッチャーですよ。どうですか？ほんまもんの、ほんまもんのスカウト。ほんまもん。よし。どっちがいいか。しかも湯浅が内気なんだ。うわ、踏みたい。やめよう。よいしょ。は意外と踏みづらかった。5だな、これは。4月来た。いやー、今年はダルビッシュの下の世代って誰？マー君とか来たりして。マー君来たらやばい。どうしよう。だからコントロールでしょ。
パワー足りるかな、これで。いけるか。CC になったからパワー上げよう、こいつは。ニートへなってほしいな、夏までに。堀井がいい感じのバランスになってきたな。内村 C まで上げたい。ほうほう、いいんじゃない。おお、ダルビッシュ、うわ、マジでグラウンドの土欲しい。回復しろ。2個2。よし。はい、ということで一旦ここで次入学式になってしまうので、はあ、誰が入ってくるのか楽しみにやっていきたいと思います。はい、手くぐります。まあ卒業してってね、3年目か、開幕でございます次回から。はい、頑張って。まあ中堅なので次は強豪名門と目指して頑張ってやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースの一日を。バイバイ。